美濃川沿いの田園地帯を走っていた。廃線後、三木線は、兵庫県加古川市の薬人駅から、兵庫県三木市の右駅までを結んでいた、三木鉄道の鉄道路線である。2008年4月1日に廃止された、西日本旅客鉄道加古川線薬人駅から分岐し、ミノ川左岸の田園地帯を走り、金物の町である三木までを結んでいた。元々の開業糸が、 貨物輸送であり、当時の物流ルートであった美濃川の周運を代替する目的で、加古川、高砂へ向かって線路が敷かれたため、歴史的な人的交流ルートとズれがあり、1916年の開業当初から旅客輸送は禁止であった。1937年に現在の神戸電鉄青線が開業すると、京阪神方面への旅客流動はさらに減り、 戦後の貨物輸送廃止後は自利品となっていた。このため1968年には赤字83線に選定され、また1981年に第1次特定地方交通線に指定され、1985年に三木鉄道へと転換された。しかし、転換前は加古川への直通列車が主体であったが、転換後は、 過去側への直通列車もなくなったために一層乗客が減少するという厳しい状況が続いていた。三木鉄道は長らく営業距離が第三セクター鉄道では最短であったが2002年開業の芝山鉄道にその座を譲った。経営改善を狙い、北海道旅客鉄道が開発中の線路と道路の両方を走れるデュアルモードビークルを導入して、 三木線の終点三木駅から約800メートル離れている神戸電鉄三木駅の間を直通することも検討していたが2006年に三木市の財政再建のため三木鉄道の廃止を公約に掲げ市長に当選した矢部本義秀が2007年3月1日の市議会で全線の廃止を正式決定し早ければ2007年度中に廃線とする方針を表明した 4月26日には、三木鉄道の取締役会でも廃線が決定された。7月23日、市長が廃止届を提出し、2008年4月1日に廃止する予定を表明した。この決定によって予定通り全線が廃止され、特定地方交通線から鉄道として存続した路線では7例目、うち第3セクター鉄道として存続した路線では5例目。 さらにそのうち会社の名前も消滅する全線廃止のケースでは4例目となった。船内を理解し列車のみ1時間あたり1から2本程度の運行でワンマン運転を実施していた。交換可能な途中駅はなく、全線一閉塞であり、1本の列車が船内を行き来していた。国鉄時代は、加古川線直通の加古川駅発着が多く、5時から22時の運行であった。 三木線の近年の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。三木線の近年の収入実績を下表に記す。表中、収入の単位は千円。 数値は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。戦時中では召集された出生兵士が乗っていた晩衆鉄道によって1916年に開業し、破綻鉄道を経て、1943年に戦時買収され国鉄未起戦となった。 三木線の経営を、晩秋鉄道から引き継いだ破綻鉄道は、三木駅から先、明石市内明石町までの免許を1926年に取得していたが1937年に失効している。国鉄再建法の規定により1981年に特定地方交通線に選定され、1985年に第三セクターの三木鉄道に転換された。転換にあたり、 より利用しやすいよう簡素な構造の駅をいくつか新設している。このため、駅間距離は比較的短い。三木駅に到着する営業最終列車撤去済みの起動時期後三木鉄道が2007年7月に始めた、休日限定の列車の貸切プランが好調で、車内でブッシュドノエルを作る列車や、廃止を惜しむ鉄道ファンによるイベント列車が報道された。また、三木駅では、 DVD や写真集、せんべい、チョロ Q なども販売された。2008年3月1日より、サンクスありがとう三木鉄道1916から2008と書かれた石別ヘッドマークが、所属する三木300系全車両に掲出されていた。また、同年3月29日から31日は、名残を惜しむ鉄道ファンや沿線住民が大量に、 乗車することによる混雑が予想されたため、KBE70 人体制で備えた。同月31日の営業最終日は、平日にもかかわらず、初発列車から満員状態になったほか、15時には、三木駅前にて、三木高校吹奏楽部が、いい日旅立ちなどを演奏するといった積別イベントも、実施された。同日の22時52分、三木300から104を充当した。 営業最終列車が、三木駅に9分遅れで到着したことをもって、列車の運行を終了した後、23時5分、乗客からの花束贈呈や鉄道部長の挨拶があり、24時をもって、三木駅の扉が閉じられた。廃線後、踏切は撤去され、線路内や三木駅内等に立ち入ることはできず、線路だけが残されていたが、2009年3月から、 線路の撤去作業が開始され、同年6月20日時点では、約8割の作業が終了しているほか、総タスク駅、国宝駅の撤去作業も完了した。三木市内区間の跡地利用については、市が検討のための諮問機関、三木鉄道跡地等利用検討委員会を設置し、2008年のほぼ年間にわたって検討が行われた結果、町づくりの観点から、 重要な用地と位置づけられ、鉄道の歴史継承や観光振興のほか、災害対策強化なども盛り込んだ計画が策定された。計画では、三木駅周辺エリアと軌道時期エリアに対別され、前者では路線バスの欠接点など地域交通の拠点として、校舎では踏切後の交通障害除去のほか一部の鉄道施設について保存。 活用を図る内容となっている。なお、校舎の内鉄道営業当時の景観を保存した遊歩道を整備するとしていた加古川市境付近の区間において約80メートルにわたるレールや枕木の盗難が2011年6月に明らかとなった。三木市域の廃線跡は別所夢街道として整備され、2018年5月13日に完成式典が行われた。 石野西方田間の花尻川橋梁及び国道175号の立体交差付近三木鉄道記念公園館以外は遊歩道として歩行者の通行が可能になっている。石野別所の両駅はホームと線路を生かした休憩施設となっており、老朽化した駅舎は解体されて跡地に駅舎風の休憩所が建てられている一方、三木鉄道時代に開業した駅は、 完全に撤去され跡形もない。これに対し、加古川市域の廃線跡は、線路、駅施設、橋梁などの設備を撤去したのみで、放置状態である。詳細は、新規バス未期営業所を参照2008年4月1日より、神戸電鉄恵比寿駅から薬人駅間で、新規バスにより代替バスが運行され、 基本的に、三木鉄道廃止当時の運行本数を維持しているが、時刻が多少変更となっている。なお、日中は、すべての便が、恵比寿駅薬人駅間の運行となっている。代替バスでは、IC カードのニコパ並びに、アイコカピタパが使用可能となっているほか、新規バス全線定期が使用できる。三木線に関するカテゴリー、ありがとうございます。